はい、始まりました、しゅうちゃんおとです。本日からですね、始まっております、伊勢崎オート3日間開催チャリロト杯ですね、こちら初日、後半の7レースから最終レースまでやっていきたいと思います。天候の方は晴れでございます。皆さんいいクリスマスを迎えているでしょうか。ね、最終レースまでぜひですね、見ていただいて楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。30戦の外枠、鈴木聡太がここは1番に、さあ1本目7レース、ここは4番の木村選手をちょっと狙ってみました。ちょっと調子あんまり良くないんだけどね、頑張ってほしい。あとは聡太、4番7番、こちらで来い。スタートしました。1番のよし、木村君行け。スタートを切りました。ハンデ最上のリードを作って1コーナーに入ります。10メートル線は石川、原本、枠なりスタート。よし、決めてけ。30メートルそれぞれ枠なり発進になりました。1番の田中隆二が大きなアドバンテージを作って1周3コーナーへ。後方からは5番の栗原俊介が4番の君宛の内を狙いますが、いけー、君宛が行け。抑える展開か。レースは2周回目です。さあ2番手からじわりと迫ってくる。わー、伸びがないな。やっぱり3番手は原本初美、内を攻めてくるのは5番の栗原俊介、抑えた4番の君宛雄二、中段の争いが激しくなっています。さあ、よし、その隠した襲いかかってくるのは石川、さらには原本、外には4番君宛雄二。おお、固まった。残りは4周回。よし、こっからまくっていけ。先頭に立っています。田中はこの位置を守るのか。3番手から君宛雄二、さらにはから花本はずみ、インコースに詰まった。はっちゃい。三コーナーでは刺してくる3番の花本、相当打ち入れ打ち入れ。4番の君宛雄二、2番手に活路を開きました。さらには大外、よし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 。残りは3周回であります。先頭に石川が1個粘る。入っちゃい入っちゃい入っちゃい、なんかそう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 、よし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 。さらにはまくってくるのは桜井、あるいは鈴木聡太、最終班の2人が粘れ、君宛君粘れ、切り返しの体勢6番、そうだ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 、粘れ。これは2周回であります。先頭は君宛雄二、2番手3番手には30戦の粘って、君宛君、桜井が2番手の位置、鈴木聡太が9を伺っています。よし、粘れ。さらには5番の栗原が続いています。残りは1周と少々であります。開けて、君宛雄二が、よし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 、2番手の位置は6番桜井で、頑張れ君宛、鈴木聡太、このまま行くのか。そのまま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 、相当から桜井のまくり、太陽並べる、太陽並べる、よし、開けろ、先頭は4番君宛雄二、よし、届かない。競輪オートレースはチャリロトで、 I love 競輪、 I love オートレース。ここは5番の金山、人気集中の一戦です。さあ8レースですね。ここは金山選手、あとは7番の谷地選手、5番7番、この2者を狙ってみました。金山選手調子いいですからね。谷地選手今日バスで頑張って来い。スタートしました。谷地さん来い、谷地さん来い。外から3番の深澤が先手、さらには5番の金山周平が2番の栗原を叩きました。絶妙なるスタート構成から3番手に上がっています。1番人気の金山がさらに2番手の深澤を攻めに行きます。この3、4コーナー、はい、金山さん2番手に上がりました。逃げるのは中野はじめ、2番手には金山周平、レースは2周目です。早くも先頭射程に捉えました5番の金山周平が、この2コーナー立ち上がりました。谷さんがあっち来て、この3コーナー先頭を奪いました。躍動する金山周平がレースの主導権を握っていきます。中野はじめが2番手の位置、谷さん上がって、深澤、栗原が続いています。その後ろでは谷津圭一が中段5番手、さらには荒川哲也、最後方は6番竹本治の並びになっています。今度は一発で、一発で、よし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 、送り込んでまいりまして、2番手に上がっています。後方からはじわじわと谷津圭二も上がって、谷さん頑張って、先頭誕生日頑張って、谷さん頑張って、アドバンテージ、2番手が深澤、3番手が中野はじめ、ここを谷さん頑張って、しっかりセオリー通りに切り返しまして、バックスレッジ側では3番手に上がっています。さらに2番手の深澤にリカークする動き、いけ谷さん、でも鋭く3番の深澤隆をつかめるぐらいの距離感が、いけ、25キロパワー、先頭は金山であります。焦点は2着争いになりそうだ。いやー、頭まで頑張って、谷津圭一、この3コーナー切り込んでまいりました。ここで3コーナーから4コーナー単位が並ぶ。2番手の追えないか、金山さん追えないか、目の前はブルーフラッグ、うわー、ちょっと距離があんな。各選手、先頭は金山、2番手が谷津圭一、いやー、でも金山さんスタートからも早すぎ、ほぼ体勢が固まりました。
最後のコーナーに向かっています。先頭は金山であります。最後は接近する谷津圭司。しかしうわー欲しい谷津さん、おめでとうございます。思想トップタイム3秒30が出ました。中田圭一郎1番人気10秒前です。さあ9レースですね。ここは7番8番、なかなかでコンビで、なかなかコンビで中田中口、この2車で中田さんまずスタートしっかり、中口も来い、スタートしました。1番の観音よし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 、中口さんいいよ。そして40メートル線はインコースから中口さんいいよ。50メートルさらには60メートル70メートルしっかりグイーンといっちゃう、グイーンとバックスリッチが抜け出していきました。先頭は1番の菅野博人、リードは4写真ぐらい、一気に差を詰める野沢がいます。押し詰まれ、前詰まれ、前詰まれ、そのインコースをついてくるのは竹内、狭いところ入ってまいりました。4番竹内が3番手で上がっています。1番の菅野、前詰まれ、前詰まれ、射程に捉えた野沢、前詰まって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 、ついていくのは4番竹内です。菅野、こっからこっからこっから、さらには決め鈴木浩二が続いています。残りは4、よし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 、詰まってろ詰まってろ詰まってろ、5番の鈴木浩二、わー4がいった。まくりを決めて野沢の前に上がろうとしています。抵抗できる中口行け、中口行け、金箔行け、4番竹内がまくり切りまして先頭に立っています。一緒になって上がって、さあそこさばいていけ、鈴木浩二、4コーナーの立ち上がり2番手に上がりました。さあ後方から中田圭一郎が、ここで野沢、さらには決め強作をまとめてドーンとさばいたバックスレッジ側であります。さあ先頭争いは4番竹内に肉薄する鈴木浩二、その差はほとんどありません。外からアプローチする5番鈴木浩二が4コーナー、長内さん上がってきて、どこまで迫るのか。さあ内をついて入った入った、残り2周回、5番の鈴木浩二が長内さんストリープを使ってるかのような差しを見せたんですが、ややここは流れた。もうインコースから7番の中田圭一郎がまとめて料理をするのか、待ってるのは3番手鈴木浩二、先頭は中口さん、前来ねえか、もう1回攻めていくのは鈴木浩二、竹内がかぶせにかかっていますが、2番手はここで鈴木浩二が前に上がりました。もう1回4番竹内、さあ内側前輪かかっていますが、鈴木浩二が抑えた、鈴木浩二が抑えた、3番手は竹内、4番手が中口、うわ人気か、結局は崩れなかった。思想 3.31 を出しました谷川勝隆、まさにハンデチャンスと言えるポジションです。10秒前、さあ10レースですね。ここは6番の谷川選手一択、頭6番、あとは278、針回転を始めて3秒前、2が穴間、伊藤選手も頑張って、来い谷川選手いけ、10戦からはセンターコース獅子の流強行スタート、そしてまくつけ、谷川行った、珍しく木村が遅れを取りました。よっしゃ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 、大チャンス、木村を叩いて6番手スタート、谷川さん大チャンス、まずは1番の滝田がいきます。さらには獅子と雪をその後ろからは2番の伊藤のインコース作って、インコース作って、さあ10メートル勢が激しく接近、そこそこそこ行っちゃおうよ行っちゃおう行っちゃおうよ、木村の逆襲だ。7番の塚越スタートを叩いたんですが、ごちゃつくと外だ、しています。さあ先頭は1番の滝沢け粘る、内側から獅子と幸男が捉えた、外から中村幸典、中村のまくりが決まりそうだ、決まった決まった、中村幸典が先頭に立っています。さらには獅子との内をついてくる、よし6個勝田が2番手に上がっています。よし後方からは塚越が今4番手の位置、獅子と幸男を狙う立場になりました。よし入っちゃう、先頭争いはよし、そのまま逃げちゃう、畳みかけていきます、そのまま逃げちゃう、そのまま逃げちゃう、そのまま逃げちゃう、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう、上位に絡もうとしています。6番の谷川が抜け出しました。思想タイムは 3.31、 メンバー中1番タイム、さあ谷川逃げろ、4番中村を捕まえるのか、谷川逃げろ、勝っている、抑える抑える、中村2番手の位置、逃げろ逃げろ逃げろ、よし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 、離せ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 、残りは2周回終盤戦です。先頭谷川抜け出しました。焦点は2番手争いだ、7番の塚越、よし塚越さん入っちゃう、2番手4番中村がキープしています。塚越3番手、ここで入っちゃう、笠木はじっくり前の2番手争いを見たの、よし入っちゃう、さあ切り返しの体勢から塚越が、よし入った、刺しました刺しました、残り1周回で中村の攻略、塚越が、あーちょっときつい、8番の笠木も迫ろうとしている、これだと笠木さん入っちゃう、捉えました、笠木は3番手、おーまくってった、中村雪乃がカブセに勝っている、かぶせかぶせかぶせ、開けろ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 、わあでも8だ。
最重班の青島、ここは60戦からの追い上げ、人気の中心です。10秒前。さあ11レースですね。ここは日和ちゃん、あとは青島選手。日和ちゃん逃げちゃってね、自己ベストの試走タイムが出ました。ここなんとかトップで来い日和、行け行け、そのまま逃げちまえ。センターコースから米里が行くのか。米里が行った行った、松尾学を叩いていきました。日和逃げちゃえ、逃げろ。遅れを取りました。1番の荒井ひより、序盤の周回でペースに乗ることができるかどうか。逃げろ逃げろ逃げろ。追い上げる1番手は米里信秀であります。競争は2周回目。3番手には松尾、ひより逃げろ。その外から4番の荒井ひろき、荒井ひろきがまくって今3番手に上がってきています。後方からは青島が、さあ鈴木誠一のひより頑張れ。3コーナーから4コーナー中段の5番手に上がろうというところ、鈴木誠一も出る。それでもひより頑張れ、ひより頑張れ、ひより頑張れ。さあここで2番手は形勢逆転、荒井ひろきが2番手に上がりました。逃げろ。先頭は荒井ひより、2番手は4番荒井ひろき。逃げろ。さあ先頭争いは荒井日和を、いやー飲まれちゃう。荒井日和が先頭に上がりました。粘る1番の荒井日和、4コーナーを立ち上がりまして、荒井日和が先頭に上がりました。うわー飲まれちゃった。1番の荒井日和がずるずる交代してしまうのか。いやいや粘っている。2番手争いは内側から8番の青島さん、そしたら頭だ。いけー。荒井日和3番手に交代、さらには3番の米里が内側から捉えようとしています。先頭4番荒井日和、2番手から8番の青島の体勢、頭。残りは2周回、3番手に回るのは1番の荒井日和であります。後方からは鈴木正光が、うわ正光だ。さあ先頭争いは内側から攻める攻める、8番の青島、後ろ来ちゃったよ。先頭に立っています。そして3番手には鈴木正光が上がった。残り1周のブルーフラッグ、いやこれじゃしょうがない。2番手は4番荒井日和、3番手から鈴木正光。さあ残り半周でどこまで迫ることができるか。最終コーナーに向かっています。ああ日和ちゃん、そして3番手は鈴木雅美、最後迫もう一声だな、4着だよ。青島雅美、競輪オートレースはチャリロトで、 I love 競輪、 I love オートレース、チャリロト。白次で人気集中、3連単では478482。さあ最終レースですね。ここは吉原選手マルチ、吉原選手絶好調、行ってほしい。あとは木村恭平スタート、なんとか行ってほしい。78で来い恭平、行け恭平、行け。センターコースの山脇遅れを取りました。さあ行け、さあ行け。さらには白次も上々なスタート。 20m ラインからは5番の下和也が 10m 前の山脇をかわしています。よし78番セットで行け。そうだ、4番の白次、まずは追いつく追いつく追いつく。先頭は広瀬、その広瀬を追い上げる1番手4番白次吉田が、競争は2周回目です。3番手に穂永、その後ろには5番の下がつけています。2コーナー立ち上がりでは進路を内側に切り替えて先行する広瀬を捕まえました。白次、ここでさあここから吉原京介、行け。あとは思想の3秒30をいかんなく発揮するだけであります。残りは4周回、後方から吉原も上がってきております。さあこの1コーナーでは4番手にステップアップしました。まだ3周半残っています。吉原行け。3番手を狙っている2番手は現在広瀬、3番手が穂永、その直後に吉原京介、アウトコースを下風が続いています。残りは3周回、白杉がちぎりました。さあ3番手内をついて吉原京介、外から5番の押田和也も攻め上がろうとしています。テンポよく8番の吉原、うわーマジかー。しかし先頭までは微妙な距離感だ。4番の白杉がリードを作っています。ホームする違いでは1番の広瀬を、いやーきついなこれ。吉原京介2番手で上がるも、これは特殊に遅しか。先頭は 40m のぶっちぎり、4番の白杉であります。2番手は吉原、押田か。5番の押田和也も、足色では吉原には負けないものがあります。4コーナーの立ち上がり、こらつらい。残り1周ブルーブラック、2番手吉原もうかうかできない状況だ。体勢をつける5番の押田和也が、おおマジか、入るのか入るのか。8番の吉原こらえた。3コーナーでは2番手は吉原京介、先頭4番白杉吉田が人気に応えて5番の体勢をつけて、大差だ。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー白次選手めちゃくちゃ速かった、吉原選手ねちょっと心配。はい、ということでですね、本日のシューチャンオートですね、こちらクリスマスということではありますが、こちら、後半の7レースから12レースまでやってまいりました。明日早くも準決勝です。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も一日ご視聴いただきましてありがとうございました。そしてお疲れ様でございました。良いクリスマスを。